行くに従って人は多くなる。しばらくすると一人の迷子に出会った。七つばかりの女の子である。泣きながら人の袖の下を右へ行ったり左へ行ったりうろうろしている。おばあさんおばあさんとむやみに言う。これには従来の人もみんな心を動かしているように見える。立ち止まるものもある。かわいそうだというものもある。しかし誰も手をつけない。子供はすべての人の注意と同情を引きつつしきりに泣き叫んでおばあさんを探している。不思議の現象である。これも場所が悪いせいじゃないかと野々宮くんが子供の影を見送りながら言った。今に巡査が始末をつけるに決まっているからみんな責任を逃れるんだねと広田先生が説明した。私のそばまで来れば交番まで送ってやるわとよしこが言う。じゃあ追っかけて連れていくがいいと兄が注意した。追っかけるのは嫌。なぜってこんなに大勢の人がいるんですもの。私に限ったことはないわ。やっぱり責任を逃れるんだと広田が言う。やっぱり場所が悪いんだと野々宮が言う。男は二人で笑った。団子坂の上まで来ると交番の前に人が黒山のようにたかっている。迷子はとうとう巡査の手に渡ったのである。もう大丈夫ですと宮子がよしこを顧みて言った。よしこはまあよかったと言う。坂の上から見ると坂は曲がっている。刀の切っ先のようである。幅はもちろん狭い。右側の2階建てが左側の小高い小屋の前を半分遮っている。その後ろにはまた高いのぼりが何本となく立ててある。人は急に谷底へ落ち込むように思われる。その落ち込むものが這い上がるものと入り乱れて道いっぱいに塞がっているから、谷の底にあたるところは幅を尽くして異様に動く。見ていると目が疲れるほど不規則にうごめいている。広田先生はこの坂の上に立って、これは大変だとさも帰りたそうである。4人は後から先生を押すようにして谷へ入った。その谷が途中からだらだらと向こうへ回り込むところに、右にも左にも大きな吉津掛けの小屋を、狭い両側から高く構えたので空さえ存外窮屈に見える。従来は暗くなるまで混み合っている。その中で木戸板ができるだけ大きな声を出す。人間から出る声じゃない。
菊人形から出る声だと広田先生が評した。それほど彼らの声は尋常を離れている。一行は左の小屋へ入った。蘇我の討ち入りがある。五郎も十郎も頼朝も皆平等に菊の着物を着ている。ただし顔や手足はことごとく木彫りである。その次は雪が降っている。若い女が尺を起こしている。これも人形の芯に菊を一面に這わせて、花と葉がひらに隙間なく衣装の格好となるように作ったものである。よし子は余念なく眺めている。広田先生と野々宮はしきりに話を始めた。菊の培養法が違うとかなんとかいうところで、三四郎は他の見物に隔たれて一軒ばかり離れた。峰子はもう三四郎より先にいる。見物は概して長家のものである。教育のありそうなものは極めて少ない。峰子はその間に立って振り返った。首を伸ばして野々宮のいる方を見た。野々宮は左の手を竹の手すりから出して菊の根を刺しながら何か熱心に説明している。峰子はまた向こうを向いた。見物に押されてさっさと出口の方へ行く。三四郎は群衆を押し分けながら三人を捨てて峰子の後を追っていった。ようやくのことで峰子のそばまで来て、里美さんと呼んだ時に峰子は青竹の手すりに手をついて心持ち首を戻して三四郎を見た。何とも言わない。手すりの中は養老の滝である。丸い顔の腰に斧を刺した男が瓢箪を持って滝壺のそばにかがんでいる。三四郎が峰子の顔を見た時には青竹の中に何があるかほとんど気がつかなかった。どうかしましたかと思わず言った。峰子はまだ何とも答えない。黒い目をさも物をさそうに三四郎の額の上に据えた。その時三四郎は峰子の二重まぶたに不可思議なある意味を認めた。その意味のうちには霊の疲れがある、肉の緩みがある、苦痛に近き訴えがある。三四郎は峰子の答えを予期しつつ今の場合を忘れてこの瞳とこのまぶたの間に全てを委却した。すると峰子は言った。もう出ましょ。瞳とまぶたの距離が次第に近づくように見えた。近づくに従って三四郎の心には女のために出なければすまない気が刻してきた。それが頂点に達した頃、
女は首を投げるように向こうを向いた。手を青竹の手すりから離して出口の方へ歩いていく。三四郎はすぐ後からついて出た。二人が表で並んだ時、峰子はうつむいて右の手を額に当てた。周囲は人が渦を巻いている。三四郎は女の耳へ口を寄せた。どうかしましたか？女は人混みの中を谷中の方へ歩き出した。三四郎も無論一緒に歩き出した。半丁ばかり来た時、女は人の中で止まった。ここはどこでしょう？こっちへ行くと谷中の天王寺の方へ出てしまいます。帰り道とはまるで反対です。そう、私心持ちが悪くって。三四郎は従来の真ん中で助けなき苦痛を感じた。立って考えていた。どこか静かなところはないでしょうか、と女が聞いた。谷中と千駄木が谷で会うと、一番低いところに小川が流れている。この小川を沿うて町を左へ切れるとすぐ野に出る。川はまっすぐに北へ通っている。三四郎は東京へ来てから何遍もこの小川の向こう側を歩いて、何遍こっち側を歩いたかよく覚えている。三四郎の立っているところは、この小川がちょうど谷中の町を横切って根津へ抜ける石橋のそばである。もう一歩ばかり歩きますか、と宮子に聞いた。歩きます。二人はすぐ石橋を渡って左へ折れた。人の家の路地のようなところを十軒ほど行き尽くして、門の手前から板橋をこちら側へ渡り返して、しばらく川の淵を上がると、もう人は通らない。広いのである。三四郎はこの静かな秋の中で出たら急にしゃべりだした。どうです、具合は？頭痛でもしますか？あんまり人が大勢いたせいでしょう。あの人形を見ている連中のうちにはずいぶん過当なのがいたようだから、何か失礼でもしましたか？女は黙っている。やがて川の流れから目を上げて三四郎を見た。二重まぶたにはっきりと張りがあった。三四郎はその目つきで半ば安心した。ありがとう、だいぶ良くなりました、と言う。休みましょうか？もう少し歩けますか？歩ければもう少しを歩きなさい。ここは汚い。あそこまで行くとちょうど休むにいい場所があるから。一丁ばかり来た。また橋がある。一尺に足らない古い田を造作なく渡した上を三四郎は大股に歩いた。女も続いて通った。待ち合わせた三四郎の目には女の足が常の大地を
踏むと同じように軽く見えた。この女は素直な足をまっすぐに前へ運ぶ。わざと女らしくは前で歩き方をしない。したがってむやみにこっちから手を貸すわけにはいかない。はい、新宿です。今日も聞いてくださってありがとうございます。今日はちょっとひそひそ声バージョンでお送りいたしました。なんかね、私がドキッとした箇所はですね、女、突然峰子が女っていう表記に変わったんですよ、今日から。ちょっと生々しいですね。またこの人はなんか意味深ないろんなこと仕掛けてきますけれども、から先も楽しみですが、なんかだんだんどんな服を着てたとか、あ、どんな着物、そういうのは書かれなくなりましたね。野々宮さんと、それから、この峰子さんの関係、こればかりがちょっと注目されてきて、とうとう女という呼び方になってしまいました。一番最初に迷子と出てきたんですが、この当時ね、この当時もかな、私この間湯島でね、迷子の子をね、お知らせする石をね、紹介したんですよ。そこの石の左側か右側に分けて、こっち側が迷子を探している人、それから迷子を見つけた人、両側にね、貼るようになってて、それが湯島天神の中にね、未だに残ってるんですよ。そこを見たのでね、迷子が出てきたから、あー、こういう石があったのかなーなんてね、思いましたね、この当時も。いやー、だけどもほんと菊人形ってちょっと興味出てきた。なんか生き人形っていうのはね、熊本の現代美術館で見たことあったんですけど、それにお花がびっしり入るってことでしょうか。なんでそういうものを作ったんでしょうね。不思議だ。いや、これちょっと峰子さん気分悪くなるのは、ちょっとお人形が持つ魔力もあったのかもしれないですよね。結構ドロドロしてる感じしますよ。いや、今日も聞いていただいてありがとうございました。今日はちょっとね、解説と朗読逆にしなかったんだけど、一体どっちがいいかな、ご意見聞かせてください。今日の絵はね、雲の絶え間姫です。これは歌舞伎一エロいと言われているのかな。ものすごい面白い色仕掛けをして、念力をね、結界を破ってしまう、お坊さんを落とすっていう、雲の絶え間姫が大活躍するお話なんですが、そのお姫様を描いていました。まだね、墨を入れる前ですね。墨を入れたらまたちょっと変わるので、それはまた次回ご紹介します。それではさようなら、さようなら、さようなら。今日もありがとうございました。
新宿でした。私は海の中に住むお姫様。